8割嘘で2割が冗談。ギター芸人ダオでーす。はい、今回はですね、このギターいつもレッスンで使ってるギターなんですけれども、もうそろそろね、弦がね、やばいことになってきました。見えますかね？もうこの辺とか黒くなってるじゃないですか。結構ね、やばい感じになってます。で、こっちの方とかもね、なんか毛羽立ってきたりとかしてて、もうそろそろ弦交換ということでね、今回はね、弦を交換していこうかなと思います。で、こちら。これね、弦交換するための、ベンチなんですね。っていうのは嘘でして、これはダンベルやったりとか腹筋運動したりとかするためのトレーニングベンチです。ちょうどいいサイズだったのでね、こちらで今日は弦交換をしていきたいと思います。で、弦交換のタイミングについてよく聞かれることがあるんですけども、基本的にはね、僕は本番ごとに変えるぐらいの速さでね、弦は交換していましたけども、そこまで頻繁にやる必要はないかなと思うんですよね。で、目安としては、やっぱりね、こう、吹いた時にね、キーってなんか錆びた音が鳴っちゃったりとかすると、もう替え時かなと思います。あとね、チューニングが合いづらくなってきたりするんですよね。なので、この実音の、例えば6弦をボンと鳴らした実音で、チューナーで E という音が鳴ると思うんですよね。で、12フレット、ポジションマークがね、2つあるところで、こう鳴らすと同じ E という音が鳴るんですけど、この、実音のこの音がですね、ずれてきたりとかした時っていうのは結構替え時かもしれません。あと今見たようにですね、黒っぽくなって錆びてきちゃったなとかね、そういうところを見てもらうと、弦交換のタイミングっていうのがわかるかなと思います。別に気にならないよっていう人であればね、ずっと張り続けてる人もいますよね、1年ぐらいね。でも、1年ぐらい張り続けてると絶対ね、弦って劣化してるはずなので、チューニングっていうのは合いづらくなってくる。むしろもう合わなくなっている状態だと思いますので、その気持ち悪い状態で弾いてるのがデフォルトになっちゃうと、それがね、耳に残って、それが当たり前になってきて、繊細な相対音感っていうのが乱れる可能性もありますので、できればですね、まあ1ヶ月に1回、で、長くても3ヶ月に1回ぐらいね、弦交換してもらうといいかなと思います。はい、それではね、弦交換していきたいと思うんですけども、今回使う弦はこちらでございまーす。はい、逆か。こちらでーす。エリクサーの、10というやつをね、これを使っています。結構ね、このギターに関してはね、弦高が割と高めなので、11とかね、硬い弦を使ってしまうと弾きづらくなっちゃうので、割かし柔らかめの弦を使っています。はい、ということでね、このね、弦ね、ちょっと開けてみましょう。はい、こんな感じでね、別々にこう、それぞれの弦が、セパレートで、しっかりと入れられておりますけどもね。はい。これをですね、一個ずつ変えていこうと思います。ではね、まずね、弦を外していきたいと思うんですけれども、これね、全部をね、いっぺんに外しちゃう人もいるんですけど、そうするとですね、ちょっとバランス的に、このギターのバランス的にあんまし良くないんですよね。急にこの張力がなくなってしまうと、このネックのね、揺れというか、このブレというのがね、大きく動いたりとかしますので、できるだけこれは少ない方がいいので、できれば僕はですけども、2本ずつ弦を外して、2本ずつ交換して、で、またその2本が終わったらまた2本外して2本を新しいの入れてっていう風にしてます。参考にしてください。ではね、一番太い弦から外していきましょう。はい、6弦外れました。次に5弦も一緒に外しちゃいます。で、これね、緩めるときにですね、逆にね、緩める方向じゃない方向に、締めちゃう方向にするとね、弦がどん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 引っ張られて、バチーンって切れたりしますので、こうやってね、音を確認しながらね、緩めていくと間違いが起こりづらいかもしれません。はい、5弦も取れました。そしたらですね、こういったアコギの場合はね、このピンがついてますからね、このピンをね、外しちゃうんですね。で、ピン取れますので。で、もし取れない場合はですね、こういったね、ニッパーみたいなやつで、こう、テコの原理をこう使ってあげると簡単に取れますので、このようにね、このように、クイッと上げてあげれば取れますのでね、その時ギターに傷つかないように気をつけてください。お、飛んでた。はい。ピンが取れるとですね、もう簡単にこの弦が外れますのでね、はい、これはもう捨てる弦でございます。ぽい！で、弦を外したらですね、普段吹けないところが、こういう時は吹けますのでね、ここでね、綺麗にしてあげてください。で、こんなね、レモンオイルみたいなの、こんなオイルみたいなの売ってますから、こういうのでね、こう、綺麗にしてあげると、
いいですね。いい感じです。はい、普段拭けないところをこうやって拭いてあげましょう。弦がついてるとね、細かいとこ拭けないんですよね。なのでちょうどいいからね、こういう時にね、拭いてあげるんですよ。そうするとね、ギターがね、なんとなくね、生き返った感じがしてね、とってもね、美しく美しく輝いていくわけですね。はい、ということでね、次にね、今5弦と6弦取りましたから、これをですね、貼っていきたいと思います。で、弦間違えないようにしてくださいね。6弦のところに5弦貼ったりとかね、逆にね、1弦のところに6弦貼ったりとか、そういうことないようにしてください。ということでね、まずね、5弦から貼っていこうかな。これね、このようになってますので、これをほどいてですね、ビヨーンってほどいてですね。はい。で、こちら側ね、このなんかピンみたいのついてますけどね、このピンみたいのついてる方を、この中に入れちゃいます。ここに入れたらですね、このピンで止めます。一応ね、これね、向きはあるんですけども、あんま気にしなくていいと思います。こうしてね、入れていきます。クイッと刺すでしょ。刺したらちょっとクイックイックイってこっちを引っ張ってあげましょう。引っ張ってあげて、止まってるかなって確認したらですね、これを5弦のところに入れてあげます。で、僕のやり方なんですけども、このね、穴をね、こう横向きにしてあります。で、弦をですね、内側から外にこう入れる、ね、内から外にこうやって入れてあげてます。だいたいこれぐらい余らしてあげて、こう流れてる弦をね、逆側にね、こうやってね、折っちゃうわけですね、グイッと。そしたらこの弦の下を通して、この弦をこっち側にグイッとグイッとしてあげるわけですね。こんな形になってます、今ね。で、これをですね、くる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 回していく、くる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 って回していくわけですね。で、これはね、回していった時に弦が上側にこうやって積み上がっていかないようにね、下の方に弦が巻かれていくようにしていかないとバランス悪いですからね。で、弦が張ってきましたね。そしたらこの段階でもうね、チューニングしちゃうんですよ。ね、チューニングしちゃいましょう。はい、この音にチューニングしちゃうわけですね、もうね。はい、それと同じように6弦もね、つけていきたいと思います。はい、6弦もね、このピンの方をこっちにこう刺してですね、で、このエンドピンで止めます。ちょっと引っ張りながら、で、止めたらクイックイックイッと、あ、ちゃんとついてるかなって確認してあげてください。で、この穴を横向きにして内側から通して、弦をちょっと余らせて、これをこう流れてる弦をこっち側に、逆側に折って、下を通して上をグイッと止めるって感じですかね。で、手をね、この小指と人差し、親指でこうやって押さえる感じ。これでね、くる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 下の方に巻いていくと。簡単ですね。最初はでもね、難しいかもしれませんね。で、僕はね、弦交換ってね、今ここにたどり着いてますけども、いろんなやり方をね、いろいろ試しました。で、最初のうちはね、もう巻いてりゃいいやっていう感じだったので、とりあえずね、巻かれてて外れなければとりあえずはいいんですよね。なので、まずはこれが正解っていうのももしかしたらあるんでしょうけどね、まずは自分でやってみるっていうことが大事ですよね。で、もうこの段階である程度チューニングしちゃうという感じですね。はい、これでもう5、6弦が交換終わりましたので、次はね、4弦と3弦をね、外していきたいと思います。これも音を鳴らしながら、ビヨン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 、はい、外れてきましたね。次、3弦もこう逆回しちゃうとかって音が上がっていっちゃいます。音上がっていっちゃうと弦ね、最終的には切れちゃいますから、音をね、こう下げていって、回す方向を確認しながら弦を緩めていってください。はい、では外していきましょう。で、このね、ついでにね、この穴をね、横向きにもしちゃうんですね。はい、3弦4弦外れました。あとはエンドピンをね、取
ります。このエンドピンなくさないようにしてくださいね。たまに捨てちゃう人とかいるんでね。そうするとね、弦止まりませんからね。はい、これはもう古い弦なので捨てちゃいます。ぽい。はい、そしたらですね、いつも吹けないところ、普段吹けないところをね、こう綺麗にしてあげましょう。このギターをね、こうやって磨いてる時っていうのもね、なんとも至福な時間ですよね。よいしょ。いつもありがとう、いつもありがとう、感謝感謝と言いながらね、ギター拭いてあげてください。そうするとね、いい音になりますからね。はい、ギターちゃんありがとうね。はい、ということで、3弦と4弦を張っていきましょう。じゃあまずね、3弦の方から張ろうかな。はい、3弦はね、このようにね、細い巻き弦になっております。はい、このね、ピンの方を3弦のところに穴に入れてあげて、このピンをですね刺します。ウィットでちょっと引っ張りので、3弦の場合はこっち側にペグがありますので、中央から外の方にこの弦を逃がしてあげる。外の方に逃がしてあげて、で弦にちょっと余裕を持たせて、対角線ぐらいですかね、大体ね、ちょっと余裕がある感じです。あんまり余らしちゃうとね、巻き切らないので、このね距離感ちょっと難しいんですけどね、ある程度、そうだな、やっぱりここからこの対角線上で少し余裕があるぐらいで余らしてあげるといいかなと思います。でこっちに流れてる弦をこっち側に折るという感じですね。でクイッとしてあげて、3弦のところに押してあげて、くる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 巻いていきます。今僕左手でくるくる回してますけど、あのなんか回す道具もありますけどね、僕はそういうの全然使わないですね。持ってはいるんですけど、なんかこうやってやっちゃう方が多いです。なんか使いづらいというか、僕にとってはですよ。でこの段階でチューニングしちゃいます。ある程度しちゃうんですね。そうするともうね、ダルダルのところからやるのね、めんどくさいんでね、ある程度チューニングしちゃうと楽です。はい、では次4弦ですね。はい、これが4弦ちゃんです。4弦ちゃんもこのね、丸いなんかついてるところをね、こう入れてあげて、でこのピンをね刺します。グイッと刺します。はい、で外れてないかなってチェックしてですね、4弦ちゃんも同じように中央から外に逃がしてあげて、逆に折って下を通して上でロックって感じですね。はい、こんな感じです。であとはくるくる回すだけ。まあこれね、実際ね、あの目の前でね見て、で一緒にねやんないと分かんないですよ多分ね。こう動画だけだとね、やっぱ伝えきれないんでね。なので本当はね、皆さんに会ってね、直接ねやってった方がいいんでしょうけどね、なかなかそれも難しいんでね。これである程度チューニングを整えちゃうって感じですね。はい、では次ね、2弦と1弦、ちょっと細い弦なんでね、このね、まずこの邪魔じゃないですか、これ、このビヨンビヨンしてるやつ、これ、このビヨンビヨン、このビヨンビヨン弦をね、ちょっと取っちゃいたいと思います。で、僕はね、こういったね、ものをね、切るときは、こういうね、道具は使いません、一切使いません。どうやって切るかと言いますとね、これね、こうじゃん。で、これをね、こう、クイッと曲げるんですよ、まず。で、これもう一回こっちに曲げるじゃないですか。で、クイって曲げるじゃないですか。くねくねさせるんですよ。こうやってくねくねくねーってやっていくと、これがなんとですね、こう取れちゃうんですね。すごいでしょ、これ。はい。これも、使わない弦なんで、ぽいです。ぽーい。はい。次、この弦も。この弦も、こう飛び出てるじゃないですか。これをね、クイクイクイってやるんですよ。こうやってクイ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 ってやっていくうちに取れちゃうんですね。すごいでしょ、これ。で、これも使わない弦なんで、ぽいです。はい、次、この弦も。クイッ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 ク。ほら、取れた。ほら、簡単ですね、ぽい。はい、次、この弦もね。こう、クイッ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 ク。細い弦ちょっとやりにくいね。ほら、取れた。簡単ですね。そうそう、もう綺麗になっちゃうでしょ。ニッパーいらない。これもいらないんで、ぽいです、ぽい。はい、ということでね、2弦と1弦も、今度はね、交換していきたいと思います。はい、ではね、2弦を外していきます。音を確認しながらこう外していきますよね。一弦も外していきます。
はい、取れましたね。そしたらエンドピンを取っちゃって、はい、こちらの弦もいらないのでポーイ。普段吹けないところをですね、ちょっときれいにしてあげましょう。いつもありがとう、いつもありがとうって言いながらね、きれいにしてあげてください。はい、そしたらですね、2弦を張っていきたいと思います。内側から外に入れますよね。で、余裕を持たせてあげて、こっちに流れた弦を逆側に折ります。で、この弦の下を通します。で、上でロック、あとは巻くだけです。くる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 。はい、では次、最後1弦です。1弦も同じようにやっていきましょう。よいしょよいしょよいしょ。はい、もう覚えましたかね皆さん。これ、穴を横向きにして、で、中央の方から外に弦を逃がして、で、少し余らしてですね、逆側に折って弦の下を通して上でロックするってことですよ、ね。はい、ということでね、弦交換終わりました。で、このね、ピヨピヨ弦、このピヨピヨ弦をね、こうね、クリ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 ってやって取っちゃいましょう。はい、取れました。この弦はぽーい。はい、この弦もね、邪魔なんでね、取っちゃいましょう。これね、くねくねすると取れますから、こう、くね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 。ほら、取れた。ね、この弦もいらないので、ぽーい。はい、ということでね、綺麗に綺麗になりました。めっちゃいい感じにね、弦が張れました。はい、このようにですね、弦を張るときもですね、楽しんで弦を張ってください。ギターとね、触れ合うときっていうのはね、非常にいい時間、楽しい時間ですから、一人ごと言いながらですね、弦交換すると非常に楽しいです。で、綺麗になるしね、音もすごいシャリンとしたいい音が鳴りますから。ね、ちょっとチューニングが今変えたばっかでぐちゃぐちゃですけど、ね、すごいいい音が鳴ってますね。はい、新しい弦の音って何とも言えないこのシャリンとしたね、素敵な音が、響き渡りますので、ぜひですね、皆さん、自分でね、弦交換してみてください。ちなみにですね、僕はね、こうやって喋りながら一人でね、いろいろやってるんですけども、ついにですね、マンションの管理室から苦情が来ましてね、なんか声がでかいということでね、なので少し小さめの声で話してますけども、向かい側ね、工事中なんですけども、工事の音より俺の声の方がでかかったみたいでね、大変失礼いたしましたって感じなんですけども、でも仕方ないよね、一人だってずっと喋ってんだもん、こうやって。カメラ回してない時だってずっと喋ってますからね、僕ね。はい、ということでね、もしわからないこととかありましたらですね、ぜひコメント欄の方にお寄せください。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日はここまで。バイバーイ。